はい、お疲れ様でした。7月12日桧原湖ガイド終了しました。今日はですね、午前中雨降られて、午後めっちゃ大雨降る予報だったんですけど、結局はほとんど降らずっていう感じでしたね。で、1日通して、風がなかったり、ちょっと弱めの西風が吹いたり、また無風になったりっていう感じでしたね。そんな本日は風がある程度ある時間は、フリーリングメインとして、フリーリングメインとしてダウンショットとキャロも投入して深いところで、そこそこ午前も午後も連発してついてくれて、で風がないタイミング、これも午前と午後ありましたね。午前と午後ではちょっと久しぶりに虫ですね、虫の釣りでも、そこそこ反応が出てくれました。はい、で、まず今日はそうですね、虫に関しては結構久しぶりだったんですけど、やっぱりちょっとね、少しだけ暑くはないけどね、少しだけなんとなくちょっと暑くなってというか、蒸すような感じになって無風な時間、もしくはちょっと風があっても風によって落ち葉が流されてきたりとかいう時、タイミングでは虫が比較的よく出てくれました。はい、といってもショアラインの巣はあんまりいなくて、で、いるにはいるんですけど、ショアラインの魚は基本的にエビ食っていて、あんまり虫には反応しない。そういう魚はね、沈む虫とかになるんですけど、浮く虫に関してはちょっと大きいです、今日は。浮く虫に関してはちょっと大きいで、結構サイトとかで見つけたやつも、かなりの甲殻類で食ってくれて、フッキングもしてくれたという感じですね。ただ、一番最後にかけた一番でっかいやつに限って、取れませんでしたっていう、あるあるな感じでしたね。今日は沖なので、沖の虫は平沖の虫なんですけど、平沖の虫は ST65L に P ライン 0.35、0.45 とかに、4ポンド、5ポンドリーダーですね。っていうタックルセッティングで、いつも平沖ですね。ただ、吊るしだけの、浮かせる、吊るしなし、吊るしなしの浮かせるだけの平沖の虫はいつもそんな感じでやってます。で、あとは、今日とにかくフリーリングですね。フリーリング。ブルフラの3インチあったり、ブルフラ 3.8 もよく食いました。ブルフラ 3.8 も食ったし、あとドライブビーバーとか、その辺でも釣れたと思います。で、昨日がね、水深10メーターから12メーターの魚狙ってたんですけど、今日はそういう魚がまたちょっと動いて、全体的にそうですね、9メーター前後が多かったですかね。9から10、8から、8から10メーターですかね。8から10メーターを結構、8から10メーターのフラットを泳いでるやつらが、狭いフラットだったらもうそのフラットの中に釣ってるし、広めのフラットだったらそのフラットの横の、半分の下の岩とかそういうところで釣ってました。それに関しては、午前も午後もかなりいい感じで連発で食ってくれて良かったと思いますね。投げている時間は少なかったんですけど、ライトキャロとダウンショットですね。ライトキャロとダウンショットを要所でちょっと投入してしっかり釣れてくれましたね。このね、投げている時間は少なかったけど、このドロップショット見ようとか、ドロップショット見ようとか、ダウンショットもだそうだし、ライトキャロ、これちょっと芋ついてますけど、ライトキャロも、GPS サターンとか、何使ったかなと。ちょっといろいろ使ってましたね。そういうライトキャロは比較的ハンプの上とかで使ってました。ハンプの上だったり、ハンプのショルダー、ちょっと落ちきったところの、やっぱり8メーター、9メーターくらいが反応良かったですかね。そんな感じでした。はい。ですね。週間予報を見てみると、もしかしたらちょっと早めに梅雨明けするかもしれなくて、梅雨明けしてね、どんどん水温が上がってくると、またいろいろ魚のパターン的にも変わってくると思うので、もうちょっと梅雨の釣りを楽しんでから、その後、サマーパターンに、うまく移行していきたいなと思います。ということで、7月12日、桧原湖でした。